わっはっは、打ち取った敵の頭蓋骨で宴じゃ、飲め飲め。信長様、祝い酒はいいですけど、飲みすぎて信長メンバーとかにならないでくださいよ。いやー、実はわしあんまり酒が飲めないから大丈夫。え、そうなんですか。実は私も下戸でして、本当はスイーツの方が好きなんですよね。そうなの。早く言ってよ、わしもスイーツ大好き。それじゃあ今度原宿のパンケーキ屋さんに行きましょうか。めっちゃインスタ映えする可愛いケーキなんですよ。嘘、嬉しい。可愛いね、このパンケーキ。早く食べさせて。え、ほらわし手がないから。あーん、うわー、美味しい、ふわふわ。喜んでもらえてよかったです。数日後、わっはっは、打ち取った敵の頭蓋骨でスイーツパーティーじゃん、インスタ映えじゃん。あー、パンケーキの器も敵の頭蓋骨にしちゃうんですね。今日も戦国時代は平和でした。